噂によると、はい、南さんも出られるっていう話を聞いたんですけど。そうですね、日頃のストレスをストレスたまるじゃないですか。でもあの合法で人を殴れるってなかなかないじゃないですか。だからそれを聞いて、まあ、出たいと思いました、はい、じゃあ決定でよろしいでしょうか。ファイナルアンサーじゃあ分かりました、よろしくお願いします。ちなみに、はい、あの南さん、あのこう見えてなんか刑務所入ってたりとか、あの少年院入ってたりとか悪い人らしいんですけど、それ本当なんですか。あ、はい、本当ですね、はい。あ、本当にすいません、あの本当の話ですね、はい。やっぱり人は見かけによらないっていうことなんですかね。なんか悪い人だって聞いたんで。悪いっていうか、まあ中途半端だったんですけども、確かに少年院は川上署を経由して入るんですけど、結局はだから亀町に、あのほら保管室中にまた捕まっちゃって、で亀町入って少年院送致になって、で成人で、まあ、ちょっと悪いことをしてしまって、執行猶予もらってる最中にまた悪いことをして、まあ、少年刑務所っていうところに入りましたね、はい。あ、少年院ではなく少年刑務所ですか。少年院も入りました。少年院は18の時に入りました、うん、ほんで少年刑務所っていうのは20歳以上のところなんですけども、執行猶予で、うん、あのまあ3年と保管数4年で出てきまして、ほんでその執行猶予をもらってる最中にまた犯罪を犯してしまって、ほんであのその執行猶予中の刑期とその犯罪を犯してしまった刑期をプラスされて 2年11ヶ月ですね。あの未決、まあ言うたら後遺症の、ちょっとすいません、今ちょっと自分に寄ってるんでちょっと列が回ってないですけども、未決通算に寄ってる、未決通算っていうのをもらいまして、2年11ヶ月っていう判決をいただいて、で 分類センターっていうのに送られましたね。ああ、分類ってありますね、はい、うん、それで一般の A 級 B、 一般で、あ、まあ少年なんで、あの A 級 B 級っていうのをあの判別するために分類センターに送られまして、僕は一般、あ、まあまあ一般じゃないですけども、少年刑務所の A 級っていうところに行きまして、まあ奈良少年院っていうところで約2年半お勤めしました。あ、少年院の場合は僕一般中等だったんで半年で出ましたね。だまあ少年刑務所の場合は、まあまあ、準備面接、本面接がありまして、うん、その間に準備面接が終わった後に懲罰を受けまして、長くなりまして、あの仮釈放というのがあるんですけども、3部1、4部1とかあるんですけども、古くて覚えてないんですけども、2年6ヶ月で仮釈放として出れたんですね。なるほど。ちなみに、はい、南さんは満次会だったっていう噂が。そうですね、もっと満次会ですね、はい。じゃあ天界柔道会に出る際の、はい、リングネームっていうんですか、はい、歌舞伎町元満次会でいいですか。どないします。どない、いや、あの異名みたいな、通称名みたいなのが必要なんですよ。元ですけどね、はい、行きますか、堂々と。はい、まあ、事実なんですか、その元っていうのは。ガチ、もう本当に、はい、あの今ちょっとしてると思うんですけども、本当に事実です。はい、はいはい、いろいろ、はい、結構古い仲だったんですけども、本当に間違いです。元、じゃあ元ですけど、じゃあリングネームそれでいきましょうか。意気込みをお願いします。はい、いやちょっとあの最近人殴ってないんで、久しぶりに合法で殴りたいと思ってるんで、はい、こういう人が一番怖いな。こういう人が一番怖くないですか。怖いっす、はい、今までの溜まったのがあるから、はい、うん、それを1分にぶつけようという、はい、ほんまにちょっとやりたいんで、クリームダウンと同じなの、はい、まあいつでも、はいはい、もうやる気満々でいきますんで、はい、よろしくお願いします。わかりました。じゃ あ、 あの選手が集まってる LINE グループに後ほど招待しますんで、はい、よろしくお願いします。はい、あと なんだっけな、はい、何落としたんだっけな、飛んじゃったな。グローブって何数に使うんですか。グローブはですね、あの16にしようかなと思ってるんですよ。はい、でも何でも大丈夫です。はい、むしろ相手側がグローブなしでも OK です。はい、相手側がグローブなしでも大丈夫です。
いや、あのグローブなしは逆にダメなんですよ。わかりました。ほんだらお互いその上でもう殴り合いましょう。格闘技の経験とかあるんですか？僕一応極真空手やってましたね、はい、2年ぐらい、はい、でもそれ以外はやってないです全く、はい、しかもあのちょっと結構前の話なんで、だから体作ってきっちりと結果出せるように挑んでいきたいと思います。では3月18日ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕の対戦相手さん、僕こんな感じなんですけども、僕がノックアウトするんでいつでも買ってください。はい、ということでよろしくお願いします。